まずチームが目標としている残留を達成できたということは非常に嬉しいですし、最初はなかなか結果も出ない時期もありましたけど、それを乗り越えてチームとして、一歩ずつ成長して、結果的に残留という目標を選手だけじゃなくてサポーターと一緒に味わえたのはすごい嬉しく思います。まあ、残留が決まった清水戦っていうのは、僕過去2回降格を経験しているので、その時のサポーターの悔しそうな顔、悲しそうな顔っていうのが降格した時の目に浮かぶんですけど、やっぱりその時残留が決まった時の嬉しそうな顔っていうのは今一番思い浮かぶかなというふうに思います。まあ、試合はやっぱ必死ですし、考える余裕っていうのはなかったんですけど、まあ、試合終わった後にもう一度試合の映像を見直したり、そういうことをしている時にやっぱ過去のことが思い出によみがえるというか、そういう気持ちはありました。僕自身過去の2回はなかなか選手としてうまく通用してなかったと思いますし、そう考えると今年は自分のプレーもできて、立場も変わりましたけど、キャプテンとしてチームを引っ張れたと思いますし、過去の9年間っていうのは無駄じゃなかった、自分が成長してきたなっていう実感が持てるシーズンだったなっていうふうに思います。そうですね、やっぱり僕たち以上に残留したいっていう気持ちがっていうのは選手に伝わってきましたし、それがホームの大声援だったり、まあ、声援があったからこそホームの価値が増えたと思いますし、まあ、アウェーにしか来れないサポーターもいたんですけど、そういう人もなかなかアウェーで結果が出ない時期でも声を枯らして応援してくれた中で、アウェーで清水戦、そのサポーターの前で残留を決めることができたので、本当にサポーターと一緒に戦ったシーズンだったなというふうに思います。僕たちにどういう状況でも力を与えてくれますし、なかなか難しいゲームも多かったんですけど、その中でも90分間必死に応援してくれて、その声援に応えるために僕たちは走り続けたので、最終戦の横山選手のゴールなんかもなかなか嫌な雰囲気だったんですけど、サポーターの声援がゴールにつながったと思いますし、まあ、それが今年1年を象徴するような最終戦のシーンは一番今シーズンを象徴するようなシーンだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、江本さんはすごい真面目な方ですし、チームとして規律だったり、本当に今のベースになる部分をしっかり作り上げてきてくれたと思いますし、本当に J1 に昇格、J2 で優勝して昇格させてもらって、J1 に残留させてもらったので、本当に感謝の気持ちしかないです。まあ、やっぱり攻撃的で魅力的なサッカーというイメージが強いですし、本当にサポーターの皆さんを楽しませるようなサッカーっていうのが今一番思い浮かびます。まずは1年間の疲労だったりというのは疲れを取りながら、やっぱり監督も変わってまた横一線のスタートなので、まあ、やるサッカーも変わってきますし、本当にチャレンジの来シーズンだと思うので、しっかり心も体も準備したいなというふうに思います。まあ、なんとなく1年間戦ってきたんですけども、なんかまだまだシーズンやれそうな体の状態なんで、まだサッカーやりたい気持ちはあるんですけどね、まず来年に向けてしっかり休みたいなというふうに思います。実は時厳しかったんだよな、チーム状態っていうのはありますか？まあ、連敗中はやっぱり内容はそこまで悪くなかったんですけど、結果が出てないってことで、自分たちの心の温度と周りの大丈夫かっていう温度の差があったので、そのところはちょっと苦しかったですけど、まあそこをチームとして乗り越えたことが残留につながったんじゃないかなというふうに思います。まあ結果的
結果だけを見ると100点満点じゃないかなと思いますけど、あのまだまだキャプテンとして物足りないところもあったと思いますし、もっともっと自分として成長していけるんじゃないかなっていう、成長していかないといけないなっていう気持ちはあります。はい、まあ、我慢の1年の方が大きいですかね。選手としてはやっぱ J1 の舞台でやってるんで楽しかったですけど、まあ、J2 の時はより勝ち試合が多くてあまりやることがなかったというか、チームの雰囲気も良かったですし、あの J1 に上がるとやっぱ負けも増えるわけで、そういう時に自分があのどういう行動を取るかっていうのは常に考えていたので、それは苦しかったですね、そこは。はい、